社会人サークル開催しているおしゃれグルメ会の石井ですいやー今日は寒いですね涼しかったですね一日ねもうこうやって今日は、えー、何日かぶりで上着を着ちゃいましたよ、えー、皆さん大丈夫ですか、えー、本当にねあの気温の差が激しいんで、えー、風邪もひいてる方も早く治してね元気になって楽しみましょう、えー、今日は、えー、朝のえー、エビから始まって えー、昼はカキそして夜は何でしょうカンヌイカだったらすぐ分かりますよね最後やはりカニですよねカニカニ地獄 <laughs> すごい名前でしょこれもうここ23回やってるお店ですけども、えー、これも私はテレビで見つけた、えー、お店ですけどもあの新橋の SL 広場の、えー、横にあるお店です、えー まあ今の時期ちょっとはっきりわかんないですけども、えー、グルメ界で開催した時はカニ鍋それからカのカのカニのゆでゆで、えー、釜ゆで釜ゆでそれからセりがありましたよね安いカニとかそういったものを叩き売りしてみんなで食べ、えー、安く食べるってことで、えー、すごい盛り上がりました、えー、今年のね、えー、忘年会か来年の新年会か また久しぶりにこれもやりたいなと思いますので、まあ、評判いい時はところはもう2回、3回やってます、えー、ここも評判良かったんで、えー、ここもやりたいなと思います。えー、40代、50代のあなた、えー、ぜひね、えー、もう明日は何が出てくるか <laughs>、私もね、ネタ探しが大変ですけども、えー、皆さんもいろいろ楽しいでしょう、いろんなね、お店の情報があって。 やはり16年もやってるといろんな情報があるんでね、ぜ、え、ひ、ー、そういったお話するのも、えー、グルメ会して楽しいと思いますので、ぜ、え、ひ、ー、ね、お食事の話と、あといい出会いとあれば最高ですよね、ぜひお待ちしておりますよ。えーまあ明後日からはまた暑くなるみたいなんで、よろしくお願いします。おおお待ちしししておりますおしゃれグルメ会西井でした